東京と埼玉県の県境に、まあ、こう作られましたね、昭和30年代の初めにできたというこのトンネルなんですがね、今でも十分通用するんですかね。どういうわけか、これ入り口に杭が打ってあってトラックも乗用車も入れない。歩行者や自転車は入れるんですがね、地元の人は一切ここ通ろうとしないんですよね。まあ今近くには新しいトンネルができてるんで、みんなそっちを使うわけなんですが、一体じゃあなぜこのトンネル使わなくなったんだろう。でちょっと不思議に思ってた。もともとこのトンネルというのは埼玉県側で掘り出されたね、このセメントを東京外へ運ぶという、まあ、トラック用のトンネルだったんですがね、これが使われなくなったにはある訳があったんですね。というのはその昔、まだここをトラックが行き来しているそんな時代なんですが、この土地の老人が一人このトンネルの中歩いてたんですね。東京側からちょうど埼玉県外へ向かってた暗いトンネルの隅、小さい老人が一人トクトクと歩いてと、東京側からトラックが入ってきた。でやがて今度は埼玉県からもトラックが入ってきた。狭いトンネルですからね、トラックとトラックはお互いのその位置関係が大変に気になるわけですよ。ヘッドライトをつけてこっちからも行く、向こうからもふーっと来る。トラックがトンネルの中に入ったとちょうどこのエンジン音がですね、周囲のこのコンクリートの壁に反響するんですよね。すごいことになる。ぐー、それが2台ですからね。でバーッと来る。お互いの運転手さんはお互いのトラックがこう気になるもんですから、そっちの方ばっかりこう緊張して意識がいってるわけですよね。で他に注意が回らなかったと、気の毒に暗いトンネルの隅を歩いていたこのおじいさん、この老人がとぼとぼとぼと歩いているのが目に入らなかったんでしょうね。で東京側から来たそのトラックがその老人をポーンと跳ね飛ばした。で気の毒にこの老人はそのコンクリートの壁とトラックにプッと挟まれた。押しつぶされるような格好になってそのままストーンして怒ったけど、悲鳴を上げたかもしれないし助けを求めたかもしれないんですが、ちょっとすごい爆音ですからね、エンジン音が轟いてて多分聞こえなかったんでしょうね。お互いトラックが行っちゃった。老人はそのまんま闇の中、後から次々とトラックがやってくる。でも誰も気がつかなかった。発見された時にはこの老人は全身ぐっしょりと血に濡れてたそうですよ。そんなことがあってからね、このトンネルに幽霊が出るって噂が流れるようになった。でトラックの人たちはみんな怖くなっちゃったもんですから、トラックにお札を貼ったんだそうですがね、それでもどうも怖いというんで、中には遠くへね迂回して、でセメント運ぶ人が随分多くなっちゃった。まあそんなある時なんですが、そういう話も知らないトラックの電車さんこうやってきたわけだ。トンネルで続くとその一本道なんですが、両脇あと山なんですよね。ちょうど崖を削ったような感じ、暗い道ザーッとやってくると前方に黒い口を開けてトンネルが待ってるわけだ。ヘッドライトの中でファーッと中を照らしていくトラックがやがて中へスーッと飲み込まれていくと、そのエンジン音が周囲の壁にこうこだましてファーッとやってみた。うわーすごい音するなー、止めながらカーッと見てくる。ファーッすごい音して、そのうちにうーって音が待ちきって、どういうのエンジン音じゃないんだ、妙な音がしてる。なお走ってるとうーっと一緒にうーっうおっ、明らかにうめき声、それを後ろからうおーっと追いかぶさってくるからうおー声なんて、早く逃げてと言いながらハーッと見てきてる。なおもうーっとうおーなんだよと思った。と突然助手席の方の扉がドン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 なり始めた。なんかぶつかってんのかなと思ったんですが、ドン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 叩いてる。そんなわけない、トンネルの中ですから。でも叩いてる、どん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 、うわーやだー怖いと思って、怖いと思ってもう失神だってアクセル踏んでうわーっとして、ドン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 、あまり音がするもんですからね、見たかないんですが、何気なくこのバックミラーのヘッド目がいっちゃった。ヘッド見た瞬間にうわーっと思った。なんとこの助手席の扉、この扉に全身ぐっしょり血濡れた小さな老人がぶら下がってドア叩いてる。ドン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 、何か叫びながらいやーキャーッとハンドル切ってそのままドーン
トンネル壁に激突しちゃった。その場所になんと人の形をしたねシミがあるんですよ。地元の人が言うにはこれはその亡くなったおじいさんが押し潰された時に、まあ、そのトンネルにできてしまったおじいさんの血でできたそのシミなんだろうとこう言うんですよね。そしてその場所が紛れもなくこのご老人がね亡くなった場所なんですよね。でこのシミなんですがね今でもちゃんとそこにあるんですよ、まあ、こんなことがあったんで新しいトンネルが作られたんだっていう話ですよね。誰も通ることのない大きなトンネル、それがそのまんま今でもあるんですよね。いや人の思いとか人の苦しさというのは怨念となって残るんでしょうかね。